こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、マクドナルドのハッピーセットのプラレルの第2弾を紹介したいと思います。はい、第1弾ではアリチン新幹線のゲットしました出ました。新幹線と駅の改札口と生産機ですね。これかわいいです。いいですね。今回は第2弾です。はい、第2弾のラインナップはもうすごいとてもいいですはい、まず、はい、ドクターイエローです。あとソニックです。で、阪急電鉄のと、あとカシオピアです。で、シークレットもあります。あと、ついてるものは第1回では駅の設備ですけども、今回は運転席にあるものですね。いいですね。運転台と走行のレバーですとブレーキもあります。こっちは秘密ですさあ、はい、今回アリチン2個買いました。じゃじゃーん、おープラレオです。はい、じゃあ何が出るかな。はい、ドクターイエロー欲しいですと、あとカシオピアです。では、じゃあ、はい、1個開けましょう。1個目開けます。さあ、何が出るかな。はい、では、じゃあ出しましょう。1、2、3。あ、ソニックですいいですね。おー、じゃあちょっとカード、はい、説明は、はい、じゃじゃーん、 JR 九州の883系のソニックですと、あと走行レバーです。いいですねおー、走行、はい、これが、はい、で、結構汁が多いです。おー、こんな感じですね。はい、いいですね。ソニックもいいですね。はい、では、じゃあこれ1個目です。はい、ソニックの、あ、はい、まだシール貼ってないです。こんな感じですね。おー、で、ちょっと寂しい、シールがないと。はい、あと運転席のレバーも、おー、いいですね。カスそこレバー結構、反発してていいです。おー、では、じゃあこれ、あとも、シールも貼ります。おー、じゃあこれから2個目開けます。今度こそドクターイエローかカシオピアが欲しいです。出ますように。さあ、何が出るかな。出しましょう。1、2、3。お、あ、ドクターイエローですやったいいですね、ドクターイエローです。おー、はい、かわいいですね。はい、新幹線の先生ですね、お医者さんです線路です、具体的に。はい、じゃじゃーん、お、これはシールです。おお、いいですね。運転席が、あ、速度が出ます。あ、いいですね。はい、じゃあ、はい、ドクターイエローと運転台です。あ、運転台はいいですねドクターイエローもいいんですけど、おー、よかったです。はい、ドクターイエローはこうなってですね。あー、いいですね。あと運転台はこれ、うん、あとはレバーがつくんですね。これが、おー、マックかわいい。おー、プラレルです。いいですね。はい、ということで、では今からシールを貼ります。はい、じゃじゃーん、完成しました。おー、まず、はい、おー、ドクターイエローですはい、変わらず可愛いですね。おー、シール貼りました。1番、おー、1号車です。おー、いいですね。シールが少なかったです、この部分と、あと番号ですね、あとこっち前のところだけです。おー、あとこれが運転台が、おー、いいですねこれはすごい。おー、今270キロで走ってます。おー、ちゃんと前のカメラで撮った
こちらのカメラで撮った映像が流れてます。おお、こっちもちゃんとロックを。かわいい。プラレオです。で反対側はマックです。ああ、これ素晴らしいですね。いいですね。はい、1個目は、ドクターイエローです。と運転 席のところですね。はい。じゃじゃーん。次はソニックです。おー、吸収。ギア吸収のところですね。あー、これいいですね。883と書いてありますね。おー、前のシールはソニックと書いてあります。あー、かわいい。こっちも883で。おー、かわいいですね、ソニック。はい、これも連結部分があります。お、硬い。これ出せますね。うん。はい、こういう感じで連結できます。2個あればですね、お、後ろもこうなっています。はい、で、ついてるものは、おー、はい、速度のレバーです。いいですね。プラデル、マック。で、ちょっと、おー、書いてありますね、ここに。止まる、おー、ゆっくり、普通、おー、速い。いいですね。止まる、ゆっくり、スパッとして。で、普通、で、速い。で、また、駅に近づくと、おー、また止まる。電車ごっこができますね。これとこれ、おー、映像で見ながら、いやー、電車ごっこができます。よかったですよ、このセットは。本当に。おー、はい。で、電車はドクターイエローとソニックです。いいですね。はい、ということで、では今からターンテーブルで展示します。はい、まあロナルドのプラレールの第2弾です。はい、今回はゲットしたのはイエロー、ドクターイエローです。923型ですね。おー、あと運転台もついています。これ素晴らしいです。おー、いいですね、これ。はい、次は JR9 の883系のソニックです。おー、かっこいいですね。ネイビーブルーのカラーです。でソニックと一緒についているのはソフトレバーです。これもいいですね。では今からプチジラマで展示します。はい、シンクロのプチジラマです。おー、今ドクターイエローとソニックがすれ違えて走ってます。いいですね。おー、両方ともかっこいいです。以上です。アリチンちゃんでした。今回はプラレオ、マクドナルドのハッピーセットのプラレオ第2弾を紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、第2弾ですね。9月29日から10月12日まで販売されてる。はい、アリチン機の9月29日に買いました。おー、ラインナップはぐっすりですね。ドクターイエロー、ソニック、あと阪急の電鉄とカシオピアとシクレットです。今回アリチンゲットするのは、はい、ドクターイエローとGR9888系のソニックです。はい、まずドクターイエローです。はい、変わらずいいですね。おー、今回のドクターイエローは900923型ですね。おー、かわいい。おー、あと、はい、運転台です。おー、これも素晴らしいです。おー、ちゃんと速度が6対0の270を走ってます。前方カメラの映像も、おー、こう書いてある、映ってますね。プラレールでこれも合わせます。おー、いいですね。はい、ということで。
で次はソニックです。おー、 DRQ2 の 883K ソニックです。おー、これもかっこいいですいいですね。ワイパーのシール、おー、全部シールです。はーい素晴らしいですね。いいですね。あとソニックと椅子についてるのはソコレバです。おー、プラレアです。マックです。おー、このはい、止まる、ゆっくり、普通、早い。で、これで、いいですね。ガタ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 。おー、リアルで。で、これ、運転台と、そこればで、電車5個はできますね。このセット当たってよかったです。おー、いいですね。おー、よくできてます。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。